はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、GK クリニックパート8やっていきたいと思います、えー。視聴者のね、褒め診断を行うこちらの企画なんですけれども、えー、毎回ね、テーマを決めて行っておりまして、今回のテーマは殻を破るということでね、はい。 もう一歩チームを上のランクに上げるためには、その選手を育成すべきなのか、まあ、これはセンス付けとかも含めてですね、すべきなのか、それとも新戦力をゲットするのか、この判断がね、非常に大事になってきます。で、選手起用とかもね、まあ、それに伴っていろいろ変わってくる、まあ、目安とかもね、まあ、現状の戦力とかでもどうにかできる場合もあるし、 まあちょっとやっぱここは足りないよねとか。まあそういう見極めがある程度ね戦力が整っている状態でどう見るべきなのかというところでね。はい。まあ手こ入れさえすればどうにかなるのか、それとももう新戦力を手に入れないとダメなのかという線引きを今日はね、しっかりと見極めながら、えー、視聴者のね、方の方面の診断を行っていきたいと思います。はい。ということで、えー、結構ね、今回の方は、もう僕よりも正直総合力高いかな。でもまあ多分質的には一緒ぐらいだと思いますけれども、 まあ、えー、安定してグラマスを優勝するためにということでね、はい、えー、相談に来ていただいてますので、まあそこにね、基づくアドバイスができたらなと思います。ということで、じゃあ早速ね、視聴者の褒めの方を見ていきましょう。こちらです。はい、えー、今回の依頼者の方の褒めがこちらになっております、えー。ボランチ含めたディフェジンのね、気温についての悩み。これちょっとわかりますね。なんでかっていうとおそらくなんですが、 まあ、ペレヤ選手とか森重選手とか、まあね、真ん中の黒木選手とかもそうですし、まあ、両サイドの二人もそうなんですが、結構ね、ポジションがいろいろできる選手が多いですね。まあ、佐々木翔選手含めてね。だから、これが逆にどう使っていいのかっていうのがちょっと難しいってことね。うん。これちょっとわかりますね。まあ、その色々できるからこそね、色んなところにはめれるからこそ悩むっていうところが、まあ、これ大きな要素の一つかなと思います。ここをちょっとね、まあ、重点的にちょっと見ていきたいと思いますね。はい。で、あと、得点力不足。うん。 まあこれに関して言えばね、対シュートセーバーというところでやっぱね、まあ CF のクリスチャン選手とかがちょっと古くはなってきてるので、まあそういうところが影響あるのかなというところで、まあここをね、どうにかこうにか、えー、アドバイスできたらなと思います。まあこの二つをね、ちょっと重点的に見ていこうかなと思います。まあしっかりとね、褒め自体はまあある程度組めてると思うんで、まあ微調整ぐらいになるとは思いますが、まあ今後に向けてのアドバイスとかね、それこそできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、早速なんですけれども、 ま、ここからなんですが、まあ、僕の方でね、あの、視聴者の方のボックス見させていただいて、まあ、その中からスタメン候補に入る選手たちの、えー、データをね、えー、送っていただいてますので、まあ、そちらをまずね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。じゃあ、ポジション別に見ていきたいんですけれど、まずじゃあ、ゴールキーパーから見ていきましょう。こちらです。はい、えー、ここはね、高岡選手ちょっと一択でしたね。まあ、シュートセーバーということで、まあ、ここはもう文句なしの、はい、えー、起用になるかなと思います。 まあただね、今後まあそうね、この高岡選手、僕も使わせていただいてますが、物足りてるかっていうと、うん、まあ現環境で言うとね、まあ強、まあ強い方でありますよ。シュートセーバー持ってるんでね。ただ完璧かと言われると、もうちょっとね、硬いキーパー全然いますので、まあそこを今後ね、まあ仕入れたらなっていうね、仕入れれたらなっていうところにはなってくるかなとは思います。はい、じゃあ続きまして、サイドバック見ていきましょう。こちらです。 はいここもね2人でしたね、まあ、左牧野選手、右佐々木選手、まあ、それぞれね去年のレギュラーとスターターになってますが、まあ、ここはね結構スキル面的にもねまあ、牧野選手とかキラーだったりとか、まあ、スキル強化とかねしっかりついてたりとかして、まあ、ここはねサイドバックであれば全然任せれそうかなというところと、まあ、佐々木翔選手ね、ねセンターバックでしたが、まあ、ここはね今回、ちょっとサイドでちょっと見たいなと思いましたね。はい、まあ、ここは左サイドバックと右サイドバックでそれぞれちょっと埋まっていきそうかなという雰囲気が感じれるかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、センターバック見ていきましょう。こちらです。はい。ここね、一番左、フォーカスドプレイヤー、第、これ2段、うん3段かな去年のね。はい。森重選手ですね。で、真ん中がスターターの黒木選手。一番右が、これガーディアン2021かなの、うん、えー、ジェ JJ ジェ選手ね。はい。となっております。ここが、まあ、センターバック3人の候補になってくるわけですが、 うーん、まあね、スキル面見ていただけると、まあ森重選手はちょっと位置抜けな匂いがしますよね。ガーディアン空中戦、インターセプト、まあ文句ないですね。はい。で、ボナセもしっかりディフェ振ってるんで、まあここも結構、まあ、ね、スタメン的、ああ、スタミナ的にもね、結構美味しいしね。まあここはスタメン候補でしょうね。間違いなくね。となると、あと黒木選手、ジェジェ選手どっち使うかって話なんですが、ここはまあスキル面の影響でちょっとね、黒木選手が有利かなっていうところがあります。で、後半からまジェジェ選手を入れるとかね、そういった考えはちょっとあるかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、えー、ボランチ見ていきましょう。こちらです。はい、えー。左が去年のエクスペのペレーヤ選手。真ん中が去年のサッカー日本代表谷口選手、えー。一番右が去年のレギュラー後半の小柳選手となっております。はい。ここもボランチどう決めていくかなんですが、まあ、難しいですね。まあ、そうね。みんなそんなに大差はなさそうなんですが、うーん。 まあ、唯一違いがあるとしたら、谷口選手がスティールはないね。まあ、ヘディングはその代わりありますけどね。あとは、まあ、ガーディアンインターセプトと、まあ、ピンタクインターセプトなんで、スキルの組み合わせはまあ、似てると言っていいでしょう。まあ、ここはね、まあ、ボランチというところもあるんで、まあ、先発2人出して交代1枠とかかな。うん。ここはそんなに大きな差はないので、まあ、うまく使い分けれたらなと思いますね。はい。 まあ、順番つけるんだったら、まあ、そうね、これ難しいですね。まあ、ペレイラ選手かな、一番はね。本当はね。はい。ただ、ここ、スタメンが誰になるかというのは、ちょっとね、見てみないと分かりません、というところですね。はい。じゃ続きまして、トップ下、見ていきましょう。こちらです。はい。ここは TS のチャナティップ選手と、去年のフォーカスドプレイヤーの脇坂選手の一騎打ちとなります。 まあ、両方ともね、レベルマックスで結構ね、あの、いい感じですが、まあ、ここ特徴としてはもうパスを取るか、まあ、しっかりとね、シュートスキルとかを、ね、異次元とか持ってる、まあ、チャナティプ選手、結構得点力を取っていくかって感じなんですが、まあ、得点力不足をしてるっていうことがありましたので、まあ、すでにね、このチャナティプ選手使われてますが、まあ、ここはボナ戦以外の、まあ、このオフェとかもね、ちょっと評価して、まあ、ここはちょっとチャナティプ選手でいきたいかなっていうところですね。はい。で、交代枠が余れば、まあ、脇坂選手もワンチャン交代枠、 交代からだったら、まあ、あるかなと、チャンスあるかなぐらいですかね。はい。じゃ続きまして、えー、ウイング見ていきましょう、こちらです。はい、ここ、フラスル3人ですね。一番左が、えー、横浜 F ・マリノスのエーベル選手の、これ、スターターね。で、真ん中が久保選手の T ・ S、去年のね。で、一番右が去年のレギュラーの前半の家永選手ですね。はい。で、ここ、まあ、そうですね、フラスル系の選手が3人並んで、どう使うかというところなんですが、 ま、ここもちょっとキラの久保選手が抜けてそうな雰囲気ありますね。はい。まあ、レインボーアーチだしね。はい。ということで、まあ、右はちょっと久保選手で行きたいとなると、もう左は必然的にエーベル選手に、まあ、フラスローを使うんだったらなってくるかなって感じがします。ま、イエ選手もね、ワンチャン、まあ、今後のね、組み立て、その褒め、フォメなんていうかな、まあ、選手次第では全然あり得るので、まあ、これは大事に保管しておいてほしいなと思います。はい。じゃ次の、まあ、もう一ページね、えー ウィングね、ありますので見ていきましょう。こちらです。はい、えー、ここカットイン系になりますね。一番左がアダイウトン選手の去年のレギュラーですね。後半になります。で、真ん中が上選手の去年の TS。一番右が伊東純也選手の去年の TS となっております。はい、ということで、ちょっと TS が多くなってきてるので、これ枠の関係とかもね、ちょっと考えながら組まないといけないんですが、 まあそこの枠関係でどうなるかぐらいですかね。まあ右は伊藤淳也選手でカットに使うなら決まりで、え左をまあ大友友選手、伊丹選手どっち使うかみたいなところで、まあちょっとねさっきの言った通り、まあ久保選手とかもいましたからね。まあ4枠は使えないんで、今のところ3、4人でできてるうちの3人しか使えないので、まあそこはちょっとね、おいおい考えたいなと思います。はい。ということでじゃあ最後、えー、CF ですかね。見ていきましょう。こちらです。 はい、えー、ここご覧の3選手で一番左がビファーレン長崎の、えー、クリスタィアーノ選手ねはいここは去年の前半レギュラーです真ん中が横浜 FC の学校樹選手の去年のストライカーで一番右ここね新しいの引き換かれましたねはいライトニングエッジ2023のマテウス選手となっております まあ、ここはね、まあ、そうね、フラスル系の選手が結構充実してたので、まあ、ボレーをね、前半生かしたいということで、まあ、クリスティアンの選手先発という手もあるかなというところと、まあ、やっぱりマテウ選手使いたいなというところですね。はい。まあ、ここをちょっとどう使っていくかを見てほしいかなと思います。はい。ということで、ご覧の選手たちで、えー、構成させていただいた上でね、アドバイスさせていただきたいんですが、 じゃあ早速ね、えー、この選手たちを用いてですね、褒めの方を組んできましたので、そちら見ていきましょう。こちらです。はい。ということで、診断結果はこちらになります。えー、一番下からね、ここ高岡選手ね、ゴールキーパー使ってます。えー、左サイドバックは佐々木翔選手。で、右サイドバック、牧野選手。で、真ん中が森重選手と黒木選手。なので、森重選手をちょっとボランチから下ろした形になります。 で、ボランチに関して小柳選手と谷口選手二人で先発いこうかなと思います。で、ボランチ、ああ、ボランチじゃない、えっと、トップ下ね。ここはチャナティプ選手ね。はい、スタメンです。で、えー、左ウィングはエウベル選手、右ウィング、久保選手、で、真ん中、クリスティアン選手となっております。 ま、ここ先発で行きたいのはこのメンバーで、え、キッカーなんですけれども、ま、PK はちょっと蹴る人がいないんで、ま、一旦ちょっとクリスティアノ選手にね、ちょっと蹴らそうかなと思います。ま、ここはちょっとやむしか、やむし、ま、仕方なしてかな、感じかなと思います。で、え、フリーキック。ま、ここは、ま、クリスティアノ選手とチャナティップ選手2択だと思うんですが、ま、スキル切れの考慮もして、チャナティップ選手にちょっとしておきましたが、ま、ここは好みによるかなと思います。ま、クリスティアノ選手でも悪くはないかなと思います。 で、えー、C、まあ、こんなキックね。はい。ここ、久保選手ね。まあ、これもエウベル選手と久保選手、どちらでも、まあ、差はそんなに大きくはないかなと思います。で、交、え、代、ー、枠なんですけれども、ここ、マテウス・カストロ選手ね。えー、強力なライトニングやつありましたけれども、これはもう、後半から CF 頭からいきたいと思います。で、えー、伊藤淳也選手、ここ右ウィング交代して、久保選手と交代で、まあ、45分。これも後半頭から。で、アダイユトン選手を左ウィングに入れまして、ここもエウベル選手と交代で、えー、45分頭からですね。後半頭から。 で、えー、ペレイラ選手、ここボランチでね、ちょっと入れたいんですが、右のね、谷口選手とちょっと交代ですかね。はい。ここはまあ60分目安ぐらいでいいと思います。で、えー、ジェジェ選手ね、ここ右センターバックね。はい。ここは黒木選手と交代で、まあ、ここも60分ぐらいの目安でいいんじゃないかなと思います。で、まぁ、あ、クラブリンクは森重選手のね、えー、ボーナー戦とかが上がってたので、まぁ、あ、東京かな。うん、まあ、ここがベストかなと思います。 という、はい、組み合わせになってます。ただね、ここね、いろいろちょっとボランチの方は組み方があって、まあ、ペレイラ選手先発でもいいですね。なんならね、こう谷口選手を変えてもいいかもしれませんし、まあ、入れるんだったら後半頭からでもいいかもしれません。まあ、そこはちょっと試しつつって感じですかね。はい。というふうな、えー、診断結果になってます。はい。で、ここからね、ちょっとね、講師にわたってアドバイスをさせていただきたいんですが、 まあ今回もここがちょっとメインになりますかねどっちかというとね。はい。まあ、まずね、守備の方なんですけれども。 まあ、ポジションの湯通がね、効く選手が多いということでね、最初言いましたけれども、逆に迷いやすいんですが、今、優先順位をね、しっかりとつけておけば、ここはね、まあ、迷うことなく起用できるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはいい選手ほどセンターバックでやっぱ使いたいですね。はい。で、次、ボランチサイドバックですかね。まあ、ここはただ、まあ、全部ね、大事には大事なので、大事の中でも、えー、ランク付けするとしたらこういった感じかなというところなので、まあ、これをね、見てね、あの、サイドバックはじゃあ、おろそかにしていいんだとか、そういうわけじゃないですからね。はい。 まあ、えー、ただ、硬さを求めていくんだったら、やっぱね、この順になっていくのかなと思いますね。はい。なので、まあ、森重選手をセンターバックに下ろしたりとかしたりとかしてて、まあ、あとはボランチとかね、まあ、センターバックに関しては、まあ、そのね、どういどう風う,うに、まあ、交代とかも入れて、まあ、一番やっぱ硬くなるかなっていうのをちょっと考えた結果、あれがベストかなと。 思いますね。はい。だから本当はペレイラ選手とかを、まあ、センターバックとかで使うのも全然ありなんですよね。ただ、ね、交代とかのことを考えると、ちょっとそれだったらボランチがちょっと薄くなっちゃったりとかね。まあそういうのがあるので、ああいった感じの組み方になってると理解していただけたらなと思います。まあなので、まあここに関しては、まあ今後ね、誰かが入ってきた時とかに、まあうまくまた組み替える必要があるのかなと思いますね。はい。まあより固くしていくためにはね、まあ今の現状だとあれがベストじゃないかなと思うんですが、 まあ、えー、ここはちょっと今後ね、あのー、敏感にならないといけないところだと思います。ってなると、じゃあ誰かをね、じゃあいじゃあ狙ったらいいのかとかいう話になってくると思うんですよ。新規戦をね。というところでさ、あの、最初のね、まあ、ええー、ね、あの、テーマのところなんですけれども、 これね、新規選手に関しては、まあ、全体的にレベルアップを目指したいんだったら、ハードルはね、やっぱね、高く保つ必要があると思います。例えば、まあ、結構ね、その、今見た感じだと質はね、いいんですよ。実はね。全然良くて、別に悪くないんですよ。っていうことは、ま、あそれなりの選手、例えばまあね、今現在の、ま、ガーディアンの選手とかパッと持ってきた時に、確かに良くはなるかもしれないんですけれども、すごく良くなるかっていうと、結構ね、その、上がり幅っていうのはもうすでにまあまあ高いので、 そんなにね、そこら辺のカードじゃね、そんな上がんないですよね、言うてね。ってなると、まあ、やっぱ結構ハードル高めに保つ、例えばダル a スキルの持ってる選手とかね、タックルスティール持ってる選手とかを引いたりとかしたら、それはね、あの、すぐに育成するべきですけれども、まあ、グレードで言ったら正直90から、まあ、9、まあ、89から94の間の選手とかで、 まあ、よっぽど仕上がってればいいんですけど、ボナセ戦とか含めてね。うん、よっぽど上み旨味、があれば育ててもいいと思うんですが、まあ、ちょっと妥協点があるとか、そういう選手は基本的には、このレベルの選手たち持ってるんだったら、うん、あんまりガツガツ行くべきじゃないのかなと思いましたね。なので、もうすでにね、まあまあ組めてるので、まあハードルは高くして、よりね、上に行きたいんだったら、ここのね、育成の結構我慢っていうところも、まあ大事にはなってくるんじゃないかなと思いますね。 まあそのね、無駄育成を減らすとか、まあそういった話にもなってくるんですけども、あとソックスの話とかもね、そうなんですけど、無駄ソックスとかもね、減ったりすると思うんで、まあそういう意味では、ここはね、ハードルを高くしておく必要があるかなと思います。で、結構いい選手が入ってきた時にはもう自信持って入れ替えるということをしていくと、まあよりね、硬い守備が作れるんじゃないかなと思います。 まあ、ちょっとのジャンプアップも確かにね、必要であるんですけれど、ここまで来ると、まあ、そのちょっとの、ちょっとのジャンプアップのために大きくね、育成をさく、あの、育成アイテムとかね、まあ、スパイクとかを削くのは正直もったいないかなと思うので、まあ、ここはね、まあ、レベル上げたいですね。ハードルのレベルを上げていきましょう。まあ、理想としては、まあ、森重選手もう一人ね、似たような選手を手に入れたりとかすると、まあ、なおいいですね。はい。まあ、ここはそれぐらい高くね、ハードルを持っていいんじゃないかなと思います。 じゃ続きまして攻撃ね。まあ、ここは、ま、あ説明としては現状はとりあえず前半ボレーで、後半はドリブル系でメリハリをつけています。まあ、現状の戦力見ると、うーんー、まあ、そうね。ちょっと難しいですけど、クリスティアーノ選手が多分異次元通りにくくなってきてるんじゃないかなっていうのが正直な感想ね。うーん。 ってなると、まあ一番の得点源は、ボレーで相手キーパー誘い出して打つことなんですよね、多分ね。ってなってくると、やっぱりまあね、前半はフラスル系で行く必要があるんですけれども、まあただそれで一試合戦えるわけがないので、まあここはせっかくね、マテウス選手当ててらっしゃるので、後半からよりマテウス選手を入れることによって、頭から行くよりも、 よりね、いい環境で出してあげれる。まあ、それで45分戦えるっていうところを考えると、まあ、あとはね、ウィングの選手含めて、まあ、全員入れ替えをね、後半頭から結行して、まあ、ここに攻撃にメリハリを出していくと。まあ、あわよくば前半でボレーで1点ぐらい取れたらいいし、で、後半に入って、まあ、このマテウス選手とかね、まあ、伊藤淳也選手とか、アダユトン選手をうまく使って、 まあ、どれぐらい、えー、押し込めるかというところの勝負にはなってくると思います。なので、まあ結構その守備面とかも、まあ特にね、前半は、まあ、言い分か、うん、1点リードか、まあもしくは1点ビ、攻めてビハインドでも1点ビハインドぐらいで抑えていくと、まあ結構勝敗的にも後半勝負できるんで、結構面白いチームにはなるのかなと思います。 で、ま、あここはマテウス選手をね、ま、あソックス、ま、あ入れてもいいと思うけれども、まあ、とりあえずはあれかな、センス付けからかな、まあ、スパイクニースパとか入れていいと思うし、ま、あそういったところで仕上げていくと、なおね、まあ、良さは出てくるのかなと思います。まあ、まだまだね、手に入れたばっかりだと思うんで、まあ、これからだと思いますね、ここはね。はい。 でここもね、まあ、攻撃陣についてより良いチームを作るとならば、まあ、カットイン選手の質がね、ここはね、大事かなと思います。まあ、突っ込んでいくんだったら、アダユウトン選手が B、無回転なんで、ここをどうにか A シュート、せめて、まかまあ、カーブ系とかドロップ系とかね、異次元とかでいいんですけど、まあ、特にそこの3種のどれかを持ってる選手をうまく今後仕入れたいなというところが正直な感想かなと思います。で,できれば、ここもハードル高く上げた方が良くて、結構カットイン、 と例えばね、カットイン異次元、カットインドロップ、カットインコントロールカーブ、プラスボナ戦がオフェとかね。まあそういうところの結構ボナ戦のところとかもこだわっていって、なおかつスキルも結構いい選手が手に入ったりとかしたら、まあ、すぐね入れ替えを検討して育成をすると。で、これ、あの、さっきのディフェンダー陣にも通ずるとこなんですけど、このい、えー、ハードルを上げることによって結構育成素材が溜まりやすいので、手に入った時にすぐね、加えやすいような、そういうね、えー まあ、ミサンガを貯めていくっていうことも結構大事になってくると思います。まあ、すぐにね、そんなうまくはいかないことが多いと思うんですけれども、まあ、ここはね、そういったところ、まあ、しっかりと質の方をこだわっていって、まあ、今後、こう、ね、交代、まあ、選手を変えたりとか、まあ、それこそ今ね、アダウトン選手がね、ライトニングエッジすごい強いのが来てるので、まあ、れに更新とかできたら最高ですけど、まあ、狙ってはいるでしょうけどね、なかなか当たるもんではないので、まあ、当たったらね、それこそすぐ、まあ、問題解決しそうな気がするので、 まあぜひね、当ててほしいなというところがあるんですけれども、まあそれぐらいのね、強い選手の補強をここも目指していきたいところかなと思います。まあそこがやっぱグラマス優勝する道でもあるし、まあね、あの大事なことでもあるんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあここもね、ハードル高めに設定してやっぱジャンプアップ狙いたいですね。まあ次はもうグラマス安定して優勝するぐらいのところにしたいと思うので、どうせ育成するんだったらね、まあちょっと強くなるのも大事なんですけどね。うん。まあここまで、 まあ正直それはもうできてると思うので、あとワンね、やっぱワンステップ行くんだったらやっぱり大きくジャンプすべきかなと思うので、まあここはね、育成の妥協しないということがね、非常に大事になってくるかなと思います。なるべくね、ハードル上げて、えー、しっかりとね、自分のチームに見合ったスーパースターの選手をね、ぜひ手に入れてほしいかなと思います。まあ手に入れ方で、ね、いろいろありますけどね、お気に入り券から引いたりとか、まあライブ走ったりとかね、それぐらいいけるんだったらいいと思うし、まあいろいろやり方あると思うんでね、まあ自分のやり方でぜひね、 あの補強の方を目指してほしいかなと思います。まあ、基礎の方はね、十分できてるので、ま、あ正直ね、これでも全然戦えるとは思うんですけど、まあ、よりね、高み目指すんだったらそういうとこは必要かなとは思います。はい、ということで今回ね、第8回目 GK 相談所は以上となります。まあ、なかなかね、このレベルになるとね、なかなかジャンプアップ、ま、あそんな簡単にできるもんではないんですけれども、ぜひね、目指して、ま、あね、より今よりいい結果をね、ぜひ出せるように頑張ってほしいかなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。